本日もお疲れ様でした。ありがとうございます。ああ、参った。今回の予選落ちはもう関係なく落ちたね。カットラインに もういったとかね。もう全然関係なく、まあ、昨日出遅れたからね。すごくね。まあ、今週は初日が雨で中止になって、まあ、練習場行って、で、まあいい休養かなみたいに思ってたんだけどね。もうずっと練習もしてたし、まあ100球だけちょっと打って、まああとはストレッチとかしながらね、あれしてたんだけど、まあ金曜日の初日、大会初日、いきなりね、練習場が絶不調で、もうめちゃくちゃ、またフックが出始めみたいな。まあ、月曜日に、大場さんにね、急遽来てもらいながら、ちょっとね、修正、まあ、確認みたいな、いろいろしてたんだけど、練習ラウンド、プラマーぐらいまでは、少し大丈夫かなと思ったんだけど、やっぱ本番になると、もう練習場から全然、なんか別人になっちゃって。まあ、ショットが悪いし、まあ、初日はもうアプローチとかね、パターでなんとかしのいで、それでももうワンオーバー。もうバーディー、結構ね、みんなスコア伸ばしてんだけど、まあバーディーチャンスっていうのがまず俺にはないから、じゃあすごい苦しい内容だったかな。で、まあ金曜日の初日を終えて、昨日か。また練習場で宮本さんに見てもらいながら、なんかこう、いろいろアドバイスをくれてね。でもっとやっぱフックにどうしてもなっちゃうから、少し、左にクラブを振っていくようにみたいな動きをしてるんだけど、どうしてもこうクラブが潰れちゃうっていうのがあって、まあそれだったらこうもう少しこう、右腰をこうぶつけていくような、前に出していくような、積極的に右サイドをね、出していくようなスイングってことで、まあ、それはね、少し練習場では良かったんだよね。少しフェースがパチッとこうはまるようになりそうだったんだけど、まあ本番では全然ダメだったね。まあ前半はまだ少し耐えてたのかな。だけどまあグリーン乗らず、だからまずティーショットがエアウェイ行かない。で、ラフに行って、まあ今日はすごい風強かったんだけど、まあ、ラフに行くからグリーン、ピンの近くに思え、まあ、ただでさえ調子悪いんだけど、その悪いラフの状態からグリーンの近くにボールを止めることが当然やっぱできないし、で、グリーンを外してなんとかパーを取ってしのいでみたいなゴルフはずっとかな。だからパーオン率とか見たら多分すごい悪いと思うね。ヘアキープ率もすごい悪いと思うし、かといってパーセーブしてるかっていうとしてないから、まあ調子悪いっていうのはあれでも、これ実力なんじゃないかって最近思うようになってきた。それはどうなんですか？でも去年に比べても全然スイングが思った通りにいかないっていうところ。ああ、去年よりも悪いかもしれないね。だからもう自分のスイングはね、どうなのかって分かんなくなってきちゃったもん、最近。どうでしたっけみたいな。そんな領域になってきたし。まあね、もうほんとね、宮本さんもまた、ちょっと先々週は少し調子が悪そうなイメージだったんですけど、今週また調子良さそうです。まあでもね、その毎週毎週上がったり下がったりももちろんあるかもしれないけど、まあツアー見てれば大体わかるよ。今週のパグンさんとかは、この間のダイヤモンドカップで上位来たでしょ？やっぱりベースとしていいゴルフができてる人っているのよね。毎週上位にいる人とかね。まあ俺みたいにね、調子悪いって言ってどこまでで済ませるかっていうのが、まあそれ以上にもっと大事。毎週この報告するのも辛いよね。悪いって。わあ、本当に悪いからね。ちょっといい、多少は今日はこれが良かったみたいな話もしたいんだけど、何にもないもんな。いいのあったかな、今日。まあ今週もキャディーのね、このま
君もね一生懸命あのバッグ担いでくれたり、まあ俺の愚痴をね散々聞いてくれたと思うけどね、うん、一生懸命やってくれて、一生懸命距離測ってライン読んで風読んでやってくれてましたよ。もうやけ食いしてやろうと思って、さっきはし、定食屋さん行って、その後あの博多ラーメン屋があったから、博多ラーメン食べに行こうかって言ったら、もうお腹いっぱいですって言って断られましたもうこれやけ食いするしかねえなと思ってね、はい、やけ食い食べれそうだな感じ。そうね、あの博多ラーメンってそんなに麺入ってなくない？博多ラーメンがちょっと自分わかんない。博多ラーメンわからない成人がいるんですね。博多ラーメンってダメだよ、ネットで調べてばっかりじゃなくてちゃんと自分で足運んですいません、うん、調べてます。食べに行かないとやっぱりいや、なんかラーメンが周りに多すぎて何ラーメンがどこのあれっていうのも全然わかんないです。前の前任のあの村田くんね、はい、村田くんはもうラーメンが大好きで、はい、ラーメンとソフトクリームはね断らなかったねなんだろうね、俺があの好きなほらケーキは名前出た、ハーブス、あそう、はい、ハーブスね、はい、そうそう、俺が好きなとこあるじゃない、ああいうとこはいやーみたいに言うときあって、まあ無理やり連れてったいや行くんです、無理やり連れてってあの2つぐらい食べたけどね、今だったら2つ続けていけるな、あの量ですかなんで多い、多いよね、多いけど美味しいからさ、はい、すごい食べれるよね、うん、まあそう美味しいです。ダメ2つ目行こうとするときやっぱすごいなと思いますそういう目で見てたのね俺はこの人すごいな、まだ食べるのみたいな感じ。いや、多分かなりでかいんですよ。いや、でかいよね。好きなんだもんだって。はいはい。うん、好きなんだもん、美味しいんだもん。食べちゃうもんだって。まあ、俺の日焼け止めだけご紹介しようか。はい。日焼け止め。ゼロホール。あの、ウエットティッシュみたいな感じですね。はい。ウエストティッシュみたいな感じで、あの朝ストレッチしてバーッとこう拭いて、で腕首とか腕とか塗っていくんですよね。だから 3枚4枚ぐらい使うのかな1回に、うん、はい、俺は手に日焼け止めこうやってやっちゃうと、すごいグリップがちょっと変な感じになるね、はい、手の感覚が。だからそれでこれにしてんの。普通の日焼け止めだとやっぱちょっとぬるぬるになっちゃって、たまたま部屋だからこれ今朝晩ですよ。どんな効果があるんですか？それは秘密だけです。ダメなんですか？え、それはもう秘密だけど。秘密。でラウンド中とかの練習はこれですよ。はい、見えます？まあ色が違います。これ2っていうね。これアミノ酸。はい。うん。これはどんな効果なんですか？これはあの疲れにくくなりますね、うん、これは免疫を上げるんです。でトレーニングは後はこれ、まあその編集で使われないかもしれないけど、一応部屋に部屋に今あったから、はい、あのあと手がねあのバサバサになるからね、あの手がねもうカッサカサになる、もう指割れて割れて、もう本当にね、まあ、練習もよくするから、いていていて、もうこう割れちゃうから、これね、これがね、あとこういうね、テーピングね、テーピングすぐこう、なんでそんな笑ってんの？なんか荷物紹介になってるの。そうそう、たまにはいいかなと思う。アリゲイツの千座社長からいただいたこれ、ちょっとこうパワーが出てるっていうね、なんか名前忘れました。パワーが出てるっていう、これはね、パワーが出る、パワーが出る、パワーが出る、そう、だからこう体に合う人合わない人っているらしいんだけど、なんその笑ってる、これ最近使ったこの武蔵のボトルね、試合中に、上がキャップみたいになってるんですか？もうこういうのね、あのよくあるなんていうの、こういうの、はいはいはい、はい、あの、うん、トレーニングの持っていくやつです。最近使ってるんですよ。
まあ、あとは紹介するようなものはないかな。ある？なんかみたいな。何も、いつも持ってるものとか、何持ってるんですか？いつも持ってるものはこれですよ。体温計。今、はい。測んなきゃいけないな。はい。うん、まあ、あとは老眼鏡とかね。やっぱ衣類の方が多いんです。持っていくもの。衣類は多いね。だいたい7セット、8セットぐらいね。まあ、マスクはもう常に。どうですか？かっこいいです。洗って使わないとね、これね。はい、はい。今回、はい。送っていただいたんで、かっこいい。このポロシャツも今日着やすかった、すごい。これ、すごい着やすかった。これ、パンツはこれ今日ね。あ、これバッチね。選手バッチ。何の動画今日？いいんじゃないですか、こういう日も。こういうね、バッチ、選手バッチ、みんなここにこうしてるけど、大体の人。まあ、頑張ります、本当にね、くじけずにね。うん、本当に試合がね、こうやってあるっていうのは、本当に幸せなことなんでね、結果はともあれ、まあ、結果ともあれっていうか、まあ、皆さんが喜べる結果じゃないし、自分としてもなかなかね辛いけども、だけどやっぱこれもね、プロゴルファーの一面というか、いい時ばっかりじゃないし、だからまあこういうのもまあ全然見てもらってるけどね、これまあいい悪いかは見てる人の判断でいいと思うんだけど、まあとりあえず今ね、なかなか接することができないから、この BK ゴルフチャンネルでやらせてもらってるけど、温かく見守っていただければいいかなと。もうしばらくかかりそうです。いつになったらよくなるの？で、自分に聞かせてる日々でございます。はい、まだ食欲もあるし、体調もいいし、よく眠れてるし、朝はちょっと早く起きちゃうけどね。なので、頑張りたいと思います。本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。